王子魯山人、湯豆腐のやり方。一番最初、鍋の中に切れ目のある昆布を敷き、鍋の深さの半分目以上を水を入れる。三寸の鍋なら上一寸を余して水を入れ、およそ一寸角くらいに切った豆腐を壊さないようにそっと入れる。杉箸で挟んでそっと入れる。それを火力の強い火の上にかけ、鍋の蓋をしておく。約5分くらいで、火さえ強ければ初めてポッと煮え上がる。その時豆腐を箸で押してみると軽い弾力ができていて、魚の白子かクリームのようにポトポトしていい煮え加減になっている。その刹那がうまい。これを煮すぎて豆腐が締まってきたり、豆腐と豆腐がくっついたり、姿ってきたりしてはもううまくはない。だから最初から一時に鍋の中に豆腐をたくさん入れることはよくない。酒の肴にするような場合は見切れかよ切れずつ食べては入れ、食べては入れ、食べるほどに少しずつ持ってくることを心がけなくてはならん。この心がけあれば、くずを入れて豆腐の酢を防ぐトリックを用いるまでもない。次に湯豆腐の鍋の中に醤油入れを入れて醤油を温める必要はあるまい。鰹節の出汁が出るためのようだが、強いてそれをするにも及ぶまい。要は熱い豆腐に熱い醤油をつけて食べる方がいいか、熱い豆腐に冷たい醤油をつけてはいけないかという問題だ。京都の永観堂とか通天とかに行くと、野外の冷たい空気に触れて照り輝く紅葉などを称しつつ湯豆腐をやる風流があるが、こうした寒気に過ぎた場合には熱い醤油もふさわしいが、部屋の中では強いてそうしなくてもいいことと思う。